の仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。行われる京都レース場芝3200レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。ライスシャワー、注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えた TM オペラ王、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは10番、15番、16番期待通りの結果を出せるか。1番人気ライスシャワー、長丁場のこのレースですが、16番早くも先頭に躍り出た。続いて15番、16番、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。16番快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。16番先頭に勝ちました。15番追走、早くも激しい競り合い内を回ります。10番テンエムオペラを上がっていきます。現在1番手は16番輝く、10番まもなく第4コーナーカーブ。さあ10番ここで先頭です。続きました。15番外から外から、16番ライスシャワーこの位置につけています。あとはテンエムオペラを後ろ名称怒涛、それを見るように5番2馬身離れて、1番2馬身3馬身開いて、14番1個目のホームストレッチです。外には3番2番並んでくる、その後3、4馬身開いて、4番マンハッタンカフェ並んでくる、1馬身離れて8番、そして6番さらに13番外から行く、18番17番現在しんがりだ、15番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。順位を振り返っていきます。さらには15番1コーナーから2コーナーへ向かう、15番まだリードをキープしています、1馬身離れて、10番1馬身差、ライスシャワー内の方から TM オペラ王、5番には16番後から名称怒涛、少し後ろから5番その後ろから1番その後から14番1馬身差、3番1馬身離れて、2番そして8番その後ろに、4番外を回って6番マンハッタンカフェ並んできた、外から外から18番2周目の向こう少年、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらには15番ライスシャワー並びかけてきた。この辺りまでで先頭集団を形成しています。ライスシャワーこの位置につけています。その後ろに15番とどめをついて、 AM オペラを少し後ろから10番3馬身離れて、名称怒涛外から外から1番残り 1000m を通過、内16番その後ろ5番1馬身差、14番8番並んでくる、内3番少し離れて、6番少し後ろからマンハッタンカフェ、外には18番そのうち並んで、2番4番並んできた。意気揚々と先頭行きます。ライスシャワーどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、ここからスタート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まる。